の心置きなく。皆さん、新年明けましておめでとうございます。小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は1月の3日。いやー、年明けましたね。21年。まあね、今年も良い年に、去年よりは良い年にしていきたいななんて思いますよ。そして今年はなんか仕事始めが早い方多くいらっしゃるんじゃないかってことなんですけど、そうなんですかね。まあでも私も多分早いのかな、何の仕事とは言いませんけどまあね、引き続き今年も頑張ってしたいところではありますが、今日はね、いいよね。今回はね、スペシャルゲストが来てくれているんですよ。知っている方はあれかな、私実は旦那がいまして、その旦那さんが今日来てくれる、来てくれているんですよ。初めて聞くっていう方は誤解を招いてはいけないんですけども、後々登場されればね、どういうことかわかると思うんですけど、はい、もうこんなところで時間を使っていたらもったいないですね。それではそろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。春巻さんからいただきました。石上静香さんからの LINE などのメッセージで特に思い出に残っているものは、くぐりって帰ってきた時。小原好美の心置きなく。改めまして小原好美です。まあ、ちょいちょいね、旦那とは、石上さんとはなんで緊張してんだろう LINE をするんですよ。それでまあね、初めましてしたのが、やっぱり魔法陣ぐるぐるなので、くくりだったり、ニケっぽい、こう、やりとりをするときがたまーにあるんですけど、思い切って私、ボイスで送ったことが何度かあって、その時にくくりって帰ってきたときは、なんか、嬉しかったな。なんか、もうでも何年経つの ?3 年前 ?4 年前とかになり、なるの?恐ろしい!はい。ということで、まあ、そんな私の大好きな方がいらっしゃっているのでお迎えしたいと思います。どうぞ。くくり違うでしょ番組が勇者様はい、ということで皆さん、お久しぶりの方はお久しぶりで、初めましての方は初めまして、小原好美ちゃんの旦那役をしております、石上静香です。役って言うなめっちゃ緊張してるじゃん。ようこそ、嬉しい。明けおめですね。明けおめですね。おめでとうございます。おめでとうございます。今年もお願いします。お願いいたします。もう本当に。一年半ぶりとかですかね。ぐらいの誕生日ぐらいで多分、ね、一回ゲストに来させていただきましたけども。もうそんなに経っているんだね。ねえ、なかなかね、プライベートでもお仕事でも会えないからね。そうだね。まあね、たまにちょいちょいはするけど。それこそね、このラジオ、収録する前日にさ、あ、ココちゃんに明日よろしくって伝えようって、携帯持った瞬間に、ココちゃんから、明日よろしくねーって来たから、すごいタイミングと思って。私もびっくりした。ちょうど今送ろうとしてたっていう風に帰ってきたから、うえっと思って。ね、本当に一心伝心してます、私たち。今年もラブラブですよ。はい。はい、ということで、まあ、今年は、まあね、作品でご一緒できればいいですが、ねえ、頑張る。最寄り駅も近いので、確かに。プライベートでも会えたらいいななんて。猫ちゃん飼ってるの？そうなの。へえ。ぜひ会いに来てください。行く。ココちゃんもうちんちにまた来て。はい。来ます。ということで、いっぱい、これ尺伸ばした方がいいんじゃないかな。なんか、話したいことある？普通に。何かある？じゃあ、この後食事行こう。いいよ。完全にプライベート。ダメだ、行かなきゃいけない。早く行きなさいよって、制作さんが言ってるので行きます。そしてここで、ズッチと一緒に、新年特別企画をお届けしたいと思います。よっ！題して！よっ！ココラジセリフカルタ大会！おお！
お正月だ。こちらにリスナーさんからいただいた、私たちに読んでほしいセリフが書いてあるメールが裏返しで並んでおります。それぞれのセリフの、頭文字が見えておりますので、その文字の中から直感で選んで取ったメールのセリフを即興で読んでいただきたいと思います。なるほど、本当だ、目の前にいくつかね、事前にね、ありますね、番組ツイッターで募集をかけました。皆さんたくさん送っていただきありがとうございました。ありがとうございます。さっきスタッフさんに確認したら、怪しい、まあ嫌いなものは一切なかったってことで本当にこの番組のリスナーさんは天使ですね。ありがとうございます。逆にこんなほんわかしたラジオにさ、変なのぶっ込まれたら困るけどね。まあいるんだよ本当に。そしてどんなセリフがあるのか本当に私たちも知りません。はい、完全に初見ですね。これはそうそうそう。でどうしても、うん、あ、取ったセリフは何が何でも読んでください。作家さんのメッセージだね。でどうしても読みたくない場合は、そんなのある。相手に読んでもらう権利を1回だけ与えます。なるほどね。どっちからやる？お手本みたいな。お手本みたいな。じゃあ目の前にあるので、どれにする？どれも長いんですか？そんなことない。じゃあ、あ、ね、ひらがなのねって書いてあるの、ね、読んでいきたいと思います。ねから始まる何かなのかな。いける？よし、いける？はい、ラジオレーム日刊コボイスさんからいただきました。ありがとうございます。いきます。ねえねえずっち、うん、お願いがあるんだけどいい？なんでもいいよ。あのね、うん、ギュってしてほしいの。ダメかな？これさ、私も恥ずかしいじゃん。めっちゃ恥ずかしいじゃん。スッチがあれば読めるっていうのを組んだ上でみんな送ってきてくれてありがとう。なるほどね。これ いけそうな気がしてきた。え、それちょっとアドリブ入ってるよね。うん、そのまま読んでる。本当に？ほらほら、アドリブじゃないの？ズッチがもうなんか自分で、ほんとだ、書いてある。ズッチってズッチがさ、自分で掛け合い、自ら言ってくれたから掛け合いになった。ありがとうございます。完全に振りかと思ってた、そこらへん。どうしよう。ズッチの番でーどうしよう。じゃあこれにしよう。新年早々楽しんで。なんか違うな。ももババン。あー、これはまあ大丈夫です。ラジオネーム、オムライスちーちゃんさんからいただきました。もう、ほっぺにご飯粒ついてるぞ。すいません。すぐ取ります。私だったら何も言わずに取って食べるね。こういうことですよね。カウンターですよね。なんか懐かしくなってきた。じゃあどの文字がいい？どうしよっかな。死があるんですよね、うん、あ、でも別に私の静かからは始まらないか、うん、あ、じゃあ一番わかんないどにします。ど、うん、どってなんだろう。ええ、何？ココネーム、カホンさんからいただきました。ありがとうございます。いきます。どうしたの？寒いの？しょうがないな。はい、私を抱きしめなさい。これズッチが照れるっていう回になるぞ。なるほど、ちょっとツン、お姉さんかなって思ったらツンデレだったぜ。ココちゃんあんまツンデレじゃないもんね。抱っこしてってなるじゃん。言ったことない。抱きしめて。言ったことないよ。あ、じゃあいいよ、はい、ココちゃんどれがいい？ふ。ふ。お、ふなんだ。うん。なんだろう、ふ。夫婦なんでね。ああ、なるほど。ココネーム、りょんりょんさんからいただきました。はあ、まあ言ったな。寝不足でさ。毎晩君のこと考えすぎて。勇者様、いつも私のこと考えてるんだね。考えてるよ。四六時中365日。一秒たりとも考えたことがない時間なんかないよ。だから、うん、今日はどんな下着履いてるの？ほらね、言ったでしょ。
こういうのが来ますよってさっき確認したでしょ、スタッフさん。今日見なくていいよ、言わなくていいよ、ダメだよ。後でお伝えしますね。後で言って。はい。いやでも嬉しいね。なんかこれを聞いてる方でさ、うん、あのぐるぐるのファンだって方いらっしゃると思うんですけど、うん、やっぱズッチの少年ボイス聞くと、うん、なんか私はテンション上がるんですが、皆さんいかがですかね。私もココちゃんの、でも普段の声も好きだからな。ありがとう。一人の時はね、なんか初めましてみたいな感じで、ね、ウィスパーした感じもすごい可愛いけど。気がないよ。じゃあ行きます。どうしようかな、はい、作家さんどれがいいですか。お、作家さんおすすめ。 5なんだろう。あ、でも5、この人内容知ってるんだ。なになに。すごい睨んでる。へー、作家さんの好みはこれなんですね。おお、ちなみに作家さんは、皆さん覚えといて、作家さんは女性です。うん、可愛らしい女性です。はい、ラジオネーム、レース涼介さんからいただきました。ありがとうございます。ご主人様、ココニャンだニャン。よしよし、ギューってしてほしいニャン。ココちゃんじゃん。ココちゃんではない。ココちゃんじゃないの。あ、じゃあココちゃんバージョン聞きたいな。ココちゃんバージョン、どんな感じ聞きたいな。等身大でお願いします、次は。はい。静か、ココニャンだニャン。よしよしってギューってしてほしいにゃ。あー、どっちもココちゃんだね。かわいい。あ、でもあれだね、作家さんはこういうのがしたいのかな。作家さんされたい、そういうココちゃんを見たい。適当に言うんやないか。え、ありがとうございました。じゃあコにしよっかな。うん、ココちゃんから始まると予想して。う、違うかな。バン、長っ。ココネームとんこつカカオさんからいただきました。ありがとう。このみ、お前が笑ってくれるだけで俺は頑張れる。だからいつまでも俺のそばで笑っていてほしい。ずっと隣でこのみの笑顔を守っていたい。だからさ、このみ、俺と結婚して小原このみから石神このみになってくれませんか。もうなってる。もうすごい、めっちゃ笑えてる。笑ってる。エロいよ、エロいぞ。このラジオ2年ぐらいやってきたじゃないですか。私こんなになんだろう、もだえて椅子から転げ落ちるんじゃないかっていうぐらい動き回ったのは初めてです。今の動画で流してほしかった。え、待って、これどうしよう。なんか相手に1個読ませたいやつあるけど、どれかな。ちょっとさ、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 これ今年のさ、クリスマスにさ、ちょっと早いけど、気がズッチにもう一回ゲスト来ていただいて、クリスマス、クリスマス映像会にしてやったら面白そうじゃない。確かに、もしお互いのね、スケジュールもあると思うから、やりたい。ちょっとね、ココちゃんのもだえてる姿見せていいの。いや、ちょっと、めちゃめちゃ見せていいよ。ズッチのためだったら。体張りますよ。おー、いいですね。なんかクリスマスパーティーでね。あ、したい。いいですね。いいですね。はい。読んでくださいじゃなくて。お。どっちがいい？ね、じゃあ、し。はい。ココネーム、妄想族、初代総長さんからいただきました。すごい名前、ありがとうございます。静かとあの人が笑い合ってるの見てるだけで胸が苦しくなって泣きそうになっちゃうの。もうあの人と仲良くしないで、私のことだけ構ってよ。めっちゃ泣きそうな顔してる、本当に。小林さん聞いてますか。ユッケじゃない、ユッケじゃない。いいですね。でもやきもちわかるのもいいですね。まあ、去年はね、何度か、お二人の番組の方にお邪魔しましたけど、うん、もうこれを何度思ったことか。なんで。ずーっと私はココちゃん一途って言ってるんですよ。なんか信用してくれないから。でもね、うちの事務所の小林くんをね、今落ちてるのは存じているので。あれは、別物。別物？別物だよ。はぁ。なんでそこで焼くの。
ぐる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 のラジオでもおっしゃっていたんですよ。まあ夫婦ってことでずっとやっていたのでね、うんうん、今も夫婦だよ。だからあのずっとね、あの食べ物に、なんで喧嘩腰なの、ちょっとちょっと、ずっと食べ物に例えるとずっとさ、カレーを食べるとさ、たまに飽きてくるじゃん、その時違うものを食べたくなるじゃん、その感じよって言われたのを思い出した。なんかえ、ね、そうですよね。あ、絶対思ってた、首横に出た今日だぞはい、じゃあ私をどっちがいい？お、お、なるほど。ペンネーム、あ、ラジオネーム、心の折れたミヤキンさんからいただきました。折れないで、ありがとう。お前が邪魔かって。ああ、邪魔だよ。俺の心をこんなにもかき乱して、ずっと俺のそばにいろよ、くくり。私はあれだね、やっぱ男系が多いですね。勇者様、勇者様。もう OK、 もう OK。 一回だけですか、一回だけですか。私もこれ見たい。あ、ちょっとこれ私宛てだったみたいだけど、ちょっとこれ読んでくれない？あ、ずるいずるいずるいぞ。ここネーム、チャーリーとオスカーさんからいただきました。はい。ねえ、ココちゃん。ん？今日は手、握ってくれないの？言ったね。握るよ、本当に。握ってよ。じゃあ、私もこれ、私宛てだけど、ここをちゃんと、ココニャンにして。ここネーム、なんてこった山口さんからいただきました。なんてこった山口さん、覚えてろよ。いきます。にゃんにゃん、ここにゃんはいつだってしずにゃんとイチャコラしたいにゃん。かわいい、飼いたい。なんて幸せな企画なんだこれ。ありがとうございました。そうそう、私本当に苦しむかと思ったんですがちょっといい意味でもだい苦しみまして、はい、ちょっと実現したら嬉しいな。クリスマスにまた撮っておきたいなと思います。早いね、1年後はい、ということで、じゃあここからは普通歌を読んでいきたいと思います。あ、皆さんメールありがとうございます。ありがとうございます。では行きます。お願いします。ココネーム、アプリコさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、ズッチ、こんばんはこんばんはこんばんは。インスタの質問返し、うん、あ、私がしてるね、うん、で、ココちゃんがズッチはいい匂いがするという回答をしていたのを思い出しました今実際にズッチからどのようないい匂いがするのか気になって仕方がありません。教えていただけると大変助かります。ちなみにズッチ、ココちゃんはどんな匂いがするの？匂いフェチの方なのかな。なるほどね。ズッチはね、なんか、うん、上品な香りがする上品な香りと、あとなんか妖艶な香りの中間、うんうん、つけてるね。なんか私大体ヘアミストつけて外に出てるから、 その匂いによって多分毎回印象は違うかも、うんうん、今日はねちょっと大人っぽい感じのつけて、そうそう、いい匂いがしますよ。大人っぽい、小柄だね、小柄で可愛らしい感じなんですけど、大人っぽいいい香りがしますはい。ココちゃんは多分あんまりつけないもんね。そうだね、うん、でもやっぱね、たまに柔軟剤かね、シャンプーの匂いはするから、すごい優しくて、フローラルな感じが、たまにふわっとします。おー、たまにっていうことは、普段は生ぬるい匂いは。どういうこと？暖かさなの？はい、では続けていきます。ここネーム、中友さんからいただきました。ありがとうございます。石神ご夫妻、こんばんは。お、こんばんは。そして、明けまして、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今年もお二人ののろけ話がたくさん聞けるのを期待しております。うん、さて、旦那様がゲストということで、お二人にお聞きしたいことがあります。おう。ズバリ、石神家の夫婦円満の秘訣は何でしょうか？妻と結婚して8年目になりますが、今でも妻のことは大好きですし、うん、一生一緒にいたいと思っています。素敵。それでもお二人のラブラブっぷりには到底叶いません。お二人からにじみ出る幸せオーラには一体どんな秘訣があるのでしょうか？今後の参考にしたいので、ぜひお聞きしたいです。いや、もう8年の時点でもね。ね、すごいけどね。素晴らしい。しかも奥さん大好き。うん、ね。夫婦円満の秘訣、まずでも喧嘩しないよね。しないね、うん、絶対しない
意見がまず分かれないもんね。そうだね。うん、なんか、まあ、私が、やっぱり私的に、私からすると、先輩なので、だから、ズッチから出てくる言葉は、なんか全部、ああ、で、なんかいつも、こう、感じること多いし。全部飲みにしちゃダメだよ。それに対して、何はって思うことは、言葉出てこないから、うん、やっぱ一生懸命真摯に仕事に向き合ってるからこそ私すごく大好きですし、うん、あとは何？あとはでもやっぱり一番大きいのはココちゃんの素の性格だと思う。え？えじゃなくて、やっぱね、このココラジをね、聞いてくださってる皆さんはわかると思うんですけど、もう本当に優しくって、本当お母さんにお会いしたい。どう子育てしたらこんな子になるんですかって。だからね、ココちゃんがいる時点でね、ココちゃんが相手だから、今の私たちを築けてるんですよね。どうしよう。なんで気にここになるの？お母さん、聞いてる？お母さん、いつもありがとうございます。いつかお会いします。あ、いつかうちにいらっしゃってください。はい、でも、いや、でも、それはそれ、逆も同じよ。本当？うん、なんか、だから、まあ、何度も言ってるけど、そのぐるぐるで出会ったってのがやっぱ、うん、そうだね、大きいのもあるし、ねうん、まあ、何度もズチがいない間、私、このラジオで何回か言ってるけど、私が本当に最初の頃で何もやったことがないっていう状態から、もうほぼほぼ二人三脚で常に寄り添ってくれていたっていうのもあるし、うん、だから私、ズチから以前、言われた言葉で、うん、やっぱ、例えば、ご飯をごちそうになったりとか、うん、あとなんか仕事でもこうカバーしてくれたり、リードしてくれたりとかってあった時に、いつもありがとうねとかっていう話をした時に、いつか自分が先輩とかになった時に、ココちゃんも同じことをしてあげてねって言ってくれた言葉をずっと覚えてて、うん、だから、やっぱりもう声優始めて今年で5年目に入るんだけど、うん、もうすぐ。だからそうするとやっぱりもう新人ではなくなってきているので、ねうんだんだんね、後輩もね5年分できているはずだしね。そうそうそう後輩とかあとは初めてアフレコするんですっていう方とご一緒したりする機会も、うん、まあここ数年多かったから、うん、そんな中いつもそのなんかこう私が新人の頃を思い出したりあとはそのズッチからズッチは多分何もそんなに意識せずに出た言葉だったんだろうけどその言葉があったおかげでいろいろやってこれた作品ってたくさんあるし。やめてよ。新年早々泣きそうじゃん。あとは、ぐるぐるがあったから、うん、どの作品も楽しくできているのは、その土台があったおかげだなって思うから、もうほんとすべては、ズッチのおかげだなって思いますよ。だからもう、ズッチファンですって言ってる、方に、からのお手紙とかもらうと、いや、わかるよ、うん。私も同じっていつも思うかな。あ、でも私もね、前回ラジオに出させていただいた後に、うん、ココちゃんファンの方からお手紙とかいただくようになった。おー。うん。嬉しいね。お子をくれる方とか。はい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 。そうか、メール来たりとかしてて。うんうん、そう、あ、なんかここで繋がるんだ、みたいな感じでね、嬉しかった。嬉しいね、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ふざけたコーナーが前半にあったから、普通の高ごめんね、でもいっぱいいただいていたんです。ありがとうございます。本当にありがとうございました。小原好みの心置きなく。小原好みの心置きなくお別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や相談、まあ、今回ね読み切れませんでした土のもろけ話など何でもお答えしますよ。ぜひぜひお願いします。そしてメールを送る際は郵便番号住所本名を忘れずにお願いいたします。今回のステッカーなんですけれどもね、よくぞこのメールを送ってきてくださった。もうのろけ話が十分できました。ちょっと足りなかったけど、ココネーム中友さんに
プレゼントをしたいと思います。おめでとうございます。夫婦結婚して8年目、今後もね奥様と仲良くしていってくださったら嬉しいです。石神夫婦ともども応援しておりますよ。はい、一緒にねずっと仲良くしていきましょう。はい、はい、ってことで、あっという間だった。早いね。ぜひクリスマスだけとは言わない。早いよ、1年後の約束。来てください。行く行く、いつでも行くよ。いらっしゃってください。そしてそちらのラジオにも呼んでください。あ、でもそれこそね、1月16日のね、小林ゆうすけ石神静香のねゆずラジにココちゃんと、あとね後輩の小林千秋くんがね、生放送でこちらのラジオに遊びに来てくださるので、ぜひそちらを聞いてください。果たしてどんな戦いが繰り広げられるでしょうか。ラブラブしてるはずなんだけどな。はい、まあそんなズチからお知らせは、そうですね、じゃあ1月版のアニメのお話しようかな。1月はですね、私、回復術師のやり直しっていう作品と、約束のネバーランド2期、そしてパウパトロールサードシーズン、そして1月5日放送のココちゃんもね、前出てた不思議駄菓子屋銭天堂っていう作品でね、ゲストに出てたりと、はい、あと1年間出させていただいているトミカ絆合体アースグランナーや、妖怪学園 Y など、他まあまあなアニメに、まあまあたくさんのアニメに出させていただいているので、ぜひそちらをチェックしていただけると嬉しいです。いっぱいありますね。はい、素晴らしいです。あ、私の方の告知はインスタで随時していこうかなと思うので、ぜひチェックしてください。お願いします。そしてここで番組からお知らせです。アクリルキーホルダー、お守り型カイロケース、ステッカーのココラジスペシャルセット第3弾が通販サイト A&G ショップにて現在予約受付中です。価格は税別3500円。ぜひお揃いにしましょう。ぜひよろしくお願いします。私も買います。うちは後日プレゼントします。じゃあ保存用にしますね。来てくれて、新年一発目に来てくださって、こちらこそ本当に嬉しかった。いい年明けでした。私ももう今年は素晴らしい年になることを、改めてなんか実感しております、ね、すでにもう幸せだもん、ぜひうちにも遊びに来てね、見るか待っているので、わー行く。はい、ということで終わりたいんですが終われません。今回の今週の一言ですが、ラジオネーム超いちご大福さんからいただきました。おいしそう、ありがとうございます。最後のコーナー、私正直苦手なんですよ。なんかね、前回の後ろでもちょっと聞いてたけど恥ずかしがってたもんね。そうなんです、ただラジオの聞いてくださってるリスナーさん非常に楽しみにしておりまして、私も楽しみ。これをね、ズッチに向けて言うということだったら私何も恥ずかしさないのでやっていきたいと思います。それはそれでメンタル強強だな。ということで、そろそろ嫌ですがお別れです。ここまでのお相手は小原好美と石神静香でした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。はあ、明けましておめでとう。一番最初に言いたくて抜け出してきちゃった。